宗教分布図世界宗教は、世界的規模でその思想が浸透し、様々な地域、民族によって信仰されている宗教を指す。全人類の平等、愛、共通の生活基準を含む信条や儀礼を、特色としている。宗教の発達を外観したとき、新しい段階に到達した宗教だと、考えられている。今日世界宗教とみなされている宗教は、キリスト教。 イスラム教、仏教である。発祥地が問題なのではない。人種や地域によって人を差別せず、全人類を平等に扱っていて、その結果として、世界中でその教えが受け入れられている宗教が、世界宗教である。この記事は、世界宗教に関する記事なので、明らかな世界宗教、つまり、キリスト教、イスラム教、仏教を中心に説明する。 曖昧なものについては言及は避ける。現在、世界でのキリスト教信徒、クリスチャンの人口はおよそ22億人。信徒は全ての国に広がっている。聖典は聖書。新約聖書の教官副音書に描かれている、イエスキリストが神の王国の福音を説き、罪ある人間を救済するために、自ら十字架にかけられ、復活したものと信じる。 全人類への偏りのない愛、アガペーを説く。人間を人種や民族で差別しない。ムスリムつまりイスラーム信者は世界でおよそ18億人だとされており、世界人口のおよそ24%がムスリムだとされている。中東や北、アフリカなど乾燥帯で古くから信仰されており、国境を越え世界中に信徒が広がっている。近年の信徒の増加率は、 キリスト教よりも大きい。クルアーンを神が最後の預言者を通じて人々に下したとし、そこに書かれる教えを信じる。アンダーのもとで人間は皆同等だと考える。人間を人種や民族で差別しない。信徒同士の相互扶助関係を重んじる。世界における仏教人口は2010年時点でおよそ5億人強だとされており、 世界人口の7から8%が仏教徒だとされている。もともとアジアで広がったが、20世紀後半以降、アメリカやヨーロッパでも仏教人口が増えてきている。人間を人種や民族で差別しない。仏教においては、すべての人は迷いの世界から下脱しない限り、無限に存在する前世と、生前の行、及び臨終の心の状態などによって、 次の転生先へと輪廻すると考える。部派仏教では、天音人、ガキ、畜生、地獄のも同、大乗仏教ではこれに修羅を加えた六道の転生先に生まれ変わると考える。生前に良い行いを続け苦毒を積めば、次の輪廻では、良き境遇に生まれ変わり、悪号を積めば苦しい境遇に生まれ変わると考える。前週は20世紀後半に、 アメリカなどでの布教活動を積極的に行ってきた。カリフォルニア州に全センターが設立され、多くのアメリカ人がその教えを学び、全を実践するようになった。例えばアップリ社の創業者の一人スティーブ・ジョブズも、カリフォルニア州にある全センターで、総統州の音川博文という僧侶の指導を受け、生涯にわたり彼を老子として慕った。 カリフォルニア州には禅を実践している人々が多数いる。かつてマニ教、ゾロアスター教も世界宗教の性質を有していた。どちらに分類されるか曖昧な宗教もないわけではない。宿教やジャイナ教は民族宗教にありがちな人種による差別を行うような性格はほとんど持ち合わせず、全人類の救済を目的とした世界宗教的な性質をより多く持ち合わせながらも、 実際には、インド以外には広まっていないため民族宗教として扱われている。ありがとうございます。